いつかこれを読むかもしれないあなたへ。お元気ですか？私は元気です。窓の外には桜が咲いています。私、空見彼方がこの時告げ砦に来て来月でちょうど1年が経とうとしています。この1年は本当にいろんなことがありました。製図危機と呼ばれるようになった事件や、リオ先輩、リオ、カズミやアルカディア公女殿下のことはもしかしたらあなたも知っているかもしれませんね。リオ先輩が砦を去ってから、私はタイのみんなや町の人たちにいろんな話を聞きました。それは初めて聞くはずなのに、なぜか懐かしくて、みんなの思い出がいっぱい詰まっているようでした。そんな思い出もいつかは移ろって消えていってしまうでしょう。でも楽譜に残された音は演奏されることでいつでも鮮やかに蘇ります。だから私も書き残しておこうと思いました。私が聞いたお話、私が砦に来る前のみんなの話を、いつまでも空に響き続ける音のように、私たちの思い出があなたにも響きますように。空の音ドラマ CD 第1121招待非公式活動報告書第2報エピソードナンバー 12.4 桜の追憶初めての音。あなた、ここはお風呂、ベッドじゃない。分かってるけど。脱げないなら手伝う。はい、万歳。万歳。はい、脱ぎ脱ぎ。脱ぎ脱ぎ。もうイライラする。服くらい自分でパッと脱ぎなさいよ、パッと。ほら。あらあら、クレハちゃんってば、脱ぎっぷりがハンサムね。だって女同士ですよ。それに今更恥ずかしがる必要なんかないでしょ。何ですかその笑いは。前にもこんなやりとりをしたなって。はあ、でも変わったわね、クレハちゃんも。砦に来たばっかりの頃は私やリオと一緒にお風呂に入るのすごーく嫌がってたのに。だって普通長官、しかも隊長と一緒にお風呂入ります。僕は嬉しかったけど。ノエルはいいのよ。でもカナタ、あんたは同意してくれるわよね。ん？あらあら、本当にお疲れなのね。まあこのところ慢性的に寝不足ですからね、カナタは。寝不足よくない。あんたが言うか。あ、そうだ、そんなカナちゃんたちに一つ素敵なお知らせがあるんだけど。あ、このままじゃ風邪ひいちゃうわね。続きはお風呂に入ってからにしましょうか。はあ、いい余裕。やっと目覚めたみたいね。ごめんね、迷惑かけた。私は別に。あんたを脱がせたり世話してたのはノエルだから、俺ならそっちに行って。ありがとね、ノエルちゃん。いい、楽しいから。何が？な、何その笑い。お寝坊彼方にあんなことやこんなことを。ちなみに彼方の全身のほくろの数は23個。ダメよノエルちゃん、からかっちゃ。からかうって。今のまさか。冗談で。やるわね、ノエル。いつの間にかそんなスキルを身につけていたなんて。僕は日々成長中。ほんと、みんなすくすく育って嬉しいわ。いろいろと、えい。クレハちゃんも、えい。隊長。ピリシア、僕も、えい。キャウン。て、いい加減にしてください、隊長。ああ、ごめんなさい、クレハちゃん。お詫びに私の、触ってみる？結構です！もう、
あんたが寝ぼけてたせいでこんな妙なノリになっちゃったじゃない。私のせいなの？そりゃ一人で気象ラッパから何やら全部毎日吹いてるのは大変だと思うけどさ。ねえ隊長、なんとかなんないんですか？仕事の割り振りを変えるとか。忘れた？私が一ついいお知らせがあるって言ったの。あ、そういやそんなこと言ってましたね。何なんです？それはノエルちゃん、さん、はい、パッパラパーパッ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 パラパー、発表します。この度うちの招待に新人が一人配属されることになりました。え、本当ですか？ええ。わあ、いつ配属になるんです？年は？階級は？詳しいことはまだわからないの。でも来るのは確実よ。ようやくですか。まあでもこれでちょっとは落ち着けそうね、カナタ。って、あんた何硬直してるのよ。だって新人さんだよ。ってことは私の後輩ってことで。ん？ってことはつまり私先輩になっちゃうんだよ。当たり前でしょうが。どうしよう、私ちゃんとできるかな。大丈夫よ、みんななんとなく先輩や上官になっていくものだから。そりゃフィリシアさんやリオ先輩はそうかもしれませんけど、私やクレハちゃんは。そうそうって勝手に一緒にしないでよ。それに私はすでにあんたの先輩なんだかんね。新人さんか、どんな人だろうね。聞きなさいよ。ね、クレハちゃんはどう思う？にあんたってば。まあリオ先輩の穴はそう簡単には埋めらんないだろうけど、どう育つかは私たちの教育次第でしょ。あんまり気張らないで。リオも私も最初からちゃんとできたわけじゃないんだから。そうなんですか？ええ。そういえばみんなには話したことなかったわね。ん？私とリオが出会ったばかりの頃のこと。うわあ、聞きたいです。どんなんだったんですか？じゃあ特別に教えてあげる。あれはビネンランド戦線終結からしばらく後のこと。私がそれまで所属していた小隊が解体になって、私は再訓練のために訓練所に入ったの。その時同室になったのが。はい。こんにちは。あなたが私の同室の方？ああ、フィリシア・ハイデマン総長よ。わかった。私なるべくなら私室の中までは階級を持ち込みたくないタイプなの。だから猫長、たとえあなたが私より階級が下でも敬礼しろとか敬語を使えとかこの部屋の中で言うつもりはないわ。でも名乗られたら名乗り返すのはごく一般的な礼儀だと思わない？リオ・アルク、カズミア・リオだ。よろしく。リオって呼んでも？いや、礼儀云々を言う割に初対面で呼び捨てにしようとするのかと思っただけさ。だがお前がどうしてもそう呼びたいと言うなら私に止める権利はない。好きにしろ。それはどうも、感謝するわ。用事はそれだけか？ならもう下がっていいぞ。下がれって。一人になりたいんだ、遠慮してくれ。あ、ちょっと。うわー、感じ悪。どこのお姫様かと思ったわ。まさかさすがに本物とは思わなかったけど。でもそんなんでよく仲良くなれましたよね。まあね、正直どうしてくれようって思ったんだけど、そのすぐ後に食事の時間になって。おい、何するね。じゃあトントロ定食。あいよ。ほら、あそこの食堂ってセルフサービスでしょ。ところがリオってば。あら、あの子。誰もいないテーブルにポツンと一人で座ってて、誰かがトレイを持って近づくたびに
自分のかなって顔をするんだけど、スルーされて一人で真っ赤になってみたり、そのうちさすがに何か勝手が違うことに気づいて話しかけようとするんだけど、今度は誰にも話しかけられなくて、自己嫌悪で悔しそうにうつむいて。うわ、ありそう。目に浮かぶようです。最初はいい気味だと思ったんだけど、ずっと見てたらなんだかね、すごく可愛くなっちゃって。わかる、わかります。それでしょ、くすぐるのよね、あの子。母性本能っていうのかしら、ほっとけないのよね。だからその時も、お姫様、ご注文は何になさいますか？お前、なぜそれを？は？なんでもない。面白い人ね、あなた。あのね、ここはセルフサービスなの。自分で取りに行かないと誰も給仕なんかしてくれないわよ。そのくらいお前に言われなくても分かったさ。あら、そう。じゃあ余計なお世話だったかしら。私は一人でやると決めたんだ。余計な手出しをしないでくれ。でもそういうこと言ってるとすぐに死ぬわよ、あなた。ここにいるってことは戦車兵を死亡してるんでしょ。戦車は絶対に一人じゃ動かない。人に頼って、あるいは人を助けて初めて戦争できるのよ。分かったようなことを言うな。こんなところにいるんだ。お前だって本当に戦ったことなんてあるわ。あるわ。今のは前にいた小隊長の受け売りよ。遺言になっちゃったけどね。だから私を頼って、せっかく同室になったんだもの。それに、あら、かわいい音。あ、これは。それに腹が減っては戦はできぬって言うでしょ。さあ取りに行きましょう。私はここ出戻りなの。だから何でも聞いて。すまない。違うわ。下々ではね、そういう時違うことを言うの。何？何と言えばいいんだ？ありがとう。は？ありがとう。フィリッシュ。どういたしまして、リオ。これが私とリオの出会い。そっか。リオ先輩も最初はなんかその困った人だったんですね。でもリオ先輩っぽい。確かに。そこからはすぐに仲良く？いろいろあったわよ。それこそ二人で取っ組み合いの喧嘩もしたし。え？そんな？どっちが勝ったんですか？ってそこかい、気になるのは。ひ、み、つ。でもその時くらいからね、お互いのことを親友って思えるようになったのは。拳で語る友情？青春ですね。それで二人してこの砦に配属になって、当時の小隊長がとても素敵な人でね、リオはあの頃隊長にべったりだったのよ。あの甘えっぷりとかみんなにも見せたかったわ。甘えん坊のリオ先輩、すごかったのよ。かなちゃんが来る前のクレハちゃんなんか目じゃないくらいに。ああ、それは激甘ですね。って、いや、知らないでしょ、あんたは。見てればわかるよ。で、その先輩の先輩さんたちが別の基地に赴任になって、代わりに来たのがノエルちゃんね。ふーん。あれ、そういえばノエルは？なんかずっと気配がないけど。ああ、ノエルちゃん！大変！のぼせちゃってるわ。ああ、ああ。